丹波栗は、主に日本の丹波、篠山地方で栽培される、和栗の総称。一般に、大化系の立派な和栗で知られる、大栗とも言う。代表品種は、銀やドリキで、かつては銀油、銀湯、銀銭とも呼称されるが、現在では、銀、宿り木に統一された。丹波篠山味祭りにて販売される丹波栗銀、宿り木の来歴には、諸説あるが、 江戸時代の1753年、奥関衛門が現在の広島県から摂津国歌垣村倉垣に持ち帰った栗の実の未生だとされ、その後丹波地方で次期繁殖で広く栽培されるようになったものと考えられる。2018年現在では生産者団体や京都府、兵庫県は次のように丹波栗を定義している。すなわち、 丹波地方での大家系の栗栽培の長い歴史と寒暖差のある栽培風土を踏まえた少なくとも平安時代場合によってはそれよりも古くから存在するおそらく日本最古の地域ブランド作物名称である栗といえば丹波栗というくらい美味しい栗の代名詞となっている江戸時代には丹波地方から苗木が各地に伝播し丹波栗の名を冠した当時から生き続ける 立古木が東北地方や中国地方などに現存する。このような意味では公式には必ずしも特定の栗の品種を示した用語ではない。正確な古文書は多く残ってはいないものの古くから和地や亀岡、氷上郡栗作り里歌垣、んは宮間といった丹波地方の土地には立栽培に取り組む特農家が多く存在したと見られ昭和期までは 樹齢数百年の古木が丹波地方の中に多数生存していた。その繁殖法においては、比較的近年までは一部の場合を除き、継ぎ木による固定品種の繁殖ではなく、未生により繁殖させるのが一般的であったと見られている。さらに、明治、大正期までは、銀やドリキ以外にも、長工寺、手手打ち、正月、毛長、女郎、鹿の爪、ヤギなど、 多数の有料ローカル品種が存在したが、栗玉鉢を主とした病虫害の電波と温暖化の進展により、銀、宿り木などを除くほとんどの在来品種は淘汰され、姿を消した。残念なことに、上述した丹波地方で、昭和期に確認できた丹波栗古木も現在ではほぼ、すべて減存を確認することができなくなっている。このことをより冷凌な気候の東北地方など、 前述の古木生存例と照らし合わせると、気候の温暖化が丹波地方での栗樹生存に大きな試練を与えていると見られる。そして、価格差を踏まえた韓国栗や中国栗の日本でのシェア拡大や土地が安価に利用でき国土の広い中国での栗生産の爆発的増加、それに消費者の思考の変化も相まって主力産地であった京都府でも丹波栗生産は 昭和後期以降平成にかけて激減した。また、昭和後期以降は、品種改良された品種が、もっぱら栽培されるようになり、現在に至る。100年を越す歴史を持つ品種で一般に、現行栽培されているのは、唯一ほぼ銀宿り器一品種であり、品種名である銀ドりキを、丹波栗と呼称する用法もあるが、現在丹波地方から出荷される丹波栗においては、 基本的に品種ではなく、地理的産地によって表示がなされている。なお、丹波地方における、近年の丹波栗生産は、昭和後期から平成前期にかけての激減後、公的機関や生産者団体による新食の症例や、病虫害に強い品種の登場などから、若干持ち直し、横ばいか、微増傾向にある。丹波栗生産にあたっては、一時工作放棄の、 急降電からの転換が推奨されたこともあるが、水田跡地での栗栽培は、古村が極めて多発する傾向があることが分かってからは、現在は推奨されていない。また温暖化と雨季の雨量の増加、増加した病虫害によって、近畿犠での栗樹の維持は極めて難しくなってきており、抵抗性大義開発や栽培技術の進化が急務となっている。また、兵庫県では、 丹波栗と栗を漢字表記することが一般的なのに対して、京都府では丹波栗と栗をひらがな表記することが一般的である。なぜ、同一地域内にもかかわらず、このように表記が異なるのかは不明である。京都府京丹波町で栽培される丹波栗。丹波栗の歴史は長く、児藤天皇が栽培を奨励したとも言われ、また古事記や万葉集、 日本初期にもその名が登場するほど古くから知られる。平安時代の中頃に作られた縁儀式という法典には丹波の国の名産品として栗の名が紹介されており、当時より自然の栗ではなく栽培された栗だったと考えられている。古文書から知られる室町時代内しは江戸時代といった古くからの丹波栗の産地は以下の通り、 一兵庫県氷上郡小川村栗作郷京都府、府内郡京丹波町、和地京都府亀岡市本場大阪府の瀬町、倉垣などがある。いずれの土地も歴史の変遷を経て、現在は大きな栗山地を形成するには至っていない。明治、大正期には丹波地方から欧米に立内が輸出された。アメリカ合衆国の文献には明治期に 亀岡の墨田農園から律内が出荷された記録が残っており、当時のワグリ内が成長して、現在も古木として生存する例がある。果汁は大きめで、柔らかく、甘みに優れた特徴を持つ一方、貯蔵性には劣る。主成分は炭水化物だが、ウドウ糖、諸島多くが有するため、特に甘みに優れている。ビタミン B1、ビタミン C も多く含み、消化。 九州に優れる特徴を併せ持つ。近年、こうした特徴から、健康食品としても人気が高い。旧丹波国、現在の京都府から兵庫県、一部大阪府にわたる丹波地方、日本書紀にも記載が見られ、時代が下がってからも各藩主が幕府や朝廷に献上する例が多く見られた。このことで名声が高まり、参勤交代などを通じて全国に広まることになり、 衆議物として沈重されてきた。丹波地方の気候風土が生育に適し、その後、度重なる改良によりさらに身も大きくなるとともに、味も優れ、色艶も美しくなり、全国的に多くの菓子やパン、その他の食品にもしばしば使用されるようになる。特に黒豆を使ったパンは、丹波篠山市の出口食品によって、初めて商品化され、その後多くのメーカーによって、 製造販売されるようになった。丹波栗は、正月のおせちの黒豆の煮豆にもよく使われる丹波黒とともに丹波地方の特産物となっている。丹波篠山地方にはこの栗を使った数多くの栗菓子や栗酒も製造販売されている。広島県小原市西条町の平子の丹波栗は、広島県指定天然記念物。ありがとうございます。